い、元上場会社社長のゆるゆる株式投資日記です。こんばんは。今日は5月22日、水曜日でございます。ね。大変皆様に、いろいろご心配をいただきまして、本当にありがとうございました。なんとかね、YouTube やれるかなというね、体調になってまいりましたんで、本日はね、ちょっとやってみようということなんですよね。先週ですね、平松のね、銀座のね、コラボディナーに行ったでしょ。そしたらですね、平松がですね、平松じゃないや、ポール・ボキューズね。平松のポール・ボキューズですけど、まあ、そこはね、ガンガン冷えてるんですよ。もうすごい冷えて。北極か、みたいなぐらい冷えてるんですよね。一応私、半袖にジャケットを羽織ったんですけど、そのジャケットを羽織ったままでも寒いと。というような感じでね。まあ、そうですね、時期が時期ですので、中途半端な温度にしとくとですね、まあ、いろいろこう、食中毒とか起こると、まあ、まずいな、というような、レストラン側のですね、お考えもあろうかと思いますけれども、しかし寒かったです。あらかじめ言っといてほしいですね。あれはダウンがいります、ダウンがね。でもね、料理はね、お料理はもうめちゃくちゃ美味しかったです。はい。しかしながらですね、そして、どうもそれが原因みたいで、食中毒はもちろんないんですけど、翌朝ですね、なんかこう、ちょっと、なんか熱っぽいな、体しびれるな、みたいな感じになりましたね。熱は出てないですよ、ほとんど。ね。測ってないんですけど、もう熱ある時って大体わかるんで。でもちょっと熱っぽい感じですかね。それでも体がこう、ちょっとこう、しびれてた、あ、風邪の症状だな、みたいな。なので、一応ですね、その翌日はですね、ラブちゃんのエステが入ってたんですよ。動画を上げさせていただいたんですけど、まあ皆さん可愛いと言っていただいてね。嬉しいんですけど。それがあったんでね。もうそれずっと前から予約してたやつなんで、絶対行かなきゃいけないんですよ。それでですね。まあしょうがないから、ラブちゃんをね、宇宙船カプセルリュックに乗せてですね。それで一駅行ったところね。そこまでこう、方法の手で運びましてですね。暑かったですよ、その日はね。それで何ですか。1時間半くらいですかね。ラブちゃんのエステやって、これでまあ、帰ってきたんですけど、まあね、ラブちゃんエステ動画上げるぐらいが精一杯でね、あとはもうちょっと、ずっと寝てましたね。ほいで一応ですね、まああの、あれじゃないですか、ビデオ見るぐらいがしかないでしょ？だからナンバ金融電をユーネクストで見てましたね。バカでしょ？しかしながらね、銀ちゃんの名言多いっすよ。ね。借りたもんは返す。小学生でもわかる。道理でんがな。とか言ってね。道理でますって。みたいなね。あと、私が好きなやつはですね。法律は弱いもんの味方やあらへん。知っとるもんの味方や。よう覚えときなあれってやつね。これはね、名言でございますよね。だからね、法律はちゃんと調べないといけないですよね。というふうに思います。法律に情弱な方がね、結構多いですよね。これでもワンルームマンション投資詐欺とか引っかかるのはですね、もう計算能力がないですよね。そもそもね。じゃあ、35年後にあなた儲かるようになりますって言われてですよ。あ、そうか、って感じでね。それで、あげくの散髪に保険の代わりにもなりますとか言われてね。あ、そうか、ってなってね。それで契約するでしょう。まあね、それもね、まあどうかとね。絶対引っかからないでください。不動産投資はね、基本儲かりません。ね。儲かるやつはですね、一等買いです。ね。だから、億単位のお金を持っている人ならばですね、いい話が転がり込むかもしれないですよね。でも少なくともですね、それが利回りがなく、うまいこと出なくなったとしてもですよ、地べたがあるでしょ、地べたが。100%。ワンルーム投資なんてのはですね、もう何百分の一のね、地べたしか持ってないわけですから、そんなお金にならないですよ。なので、やっぱね、一等売りのね、マンション収益物件を買える人ね、だからまあ、5億とか、10億とか、もう東京の一等地だともう15億、20億、そういうようなお金をですね、持ってらっしゃる方ですね。そういう方に、僕は不動産投資は、まあ、無敵というか負けないというかね。だから、中国のですね、富裕層が、まあ、一等マンションを日本で買おうとするわけなんですよ。一等にね。まあ、そういうようなことかなと思うんですけど、まあ、とりあえずね、もうちょっと来週、日曜日、今週の日曜日ね、からですね、京都行くんですよね。だから日、月、火とね、まあ、だいたい配信お休みするんですよ。で、まあ、配信お休みはまあ、ともかくとしてですね、多分皆さんには申し訳ないと思うんですけど、私もね、楽しみが必要なんで、病気で寝てただけですから。ははは、ね、言うてみりゃね。それで、なんすかね、まあ、それまでにですよ、体調を整えとかないと、せっかくの京都を楽しめないでしょ。
ザ・ホテル・ヒラマトにも泊まりますしですね。あと、今日はキクノイさんね、有名な、キクノイさんからも電話かかってきまして、大丈夫ですかとか言って、予約、覚えてらっしゃいますかみたいな、覚えてるよって言って、返事しましたけどね。そういうこともいろいろありましてですね、ちょっとお休みをね、取らせていただいたと。いうようなことで、お寂しい思いをされたとか言われるとね、すごく嬉しいっちゃ嬉しいんですよね。私としてはね。というような、ことでございます。はい。今日のですね、ランチはですね、マダムのとこじゃないんですよ。もう一軒ね、マダムのとこ近くのね、お店がありまして、若い二人がやっとるんです。30代ぐらいのね。いい子なんです、二人ともね。ほんで、夫婦でね、仲良くこう、昔居酒屋でいろいろバイトしながらね、お金貯めて、で、こう開いたんですよね。ほいでね、もうここのね、このサバがね、すごい美味しいんですよ。これでっかくて。美味しかったですよ。で、今日はね、卵を入れてもらってね、これにね。で、しかも茹でてから入れてくれるとか言って、贅沢言ってね。でも、応じてくれてね。今日はこれ美味しくいただきましたんで。ここのところですね。だからパワーがないでしょ。ですから、あれです。隣の声優行ってね、毎日ね、あれです。何でしたっけ。山かけそばね。これがですね、長野県産と千葉産の山芋を使ったですね、国産山芋でしょ。それが、こう、振りかかったね、パックでついてたね、ついてる、399円でしたかね。これが美味しいんですよ。ね。で、こう、わさび入れて、卵入れてね。これで、このぐじゅぐじゅっとするとですね、喉の通りが良くてね、気持ちがいいんですよね。しかも美味しいと。いうことでね。万田銀次郎を見ながらね、山かけそば食べてね、バカでしょ。頭バカにしてました。ですからほとんど株価も見てないです。含み益だけはね、ちょっと追ってましたけど、ちょろっとね、1日ね、1回ぐらい。92% ぐらいまで上がりましたけど、今日 90% で落ちてますね。というような感じで、これ美味しくいただいてですね。これ声優の前の花屋さんですね。これね、なんかね、着物とかいう系統らしいですよ。系統ですよね。系統となるも、牛尾となるなかれということですね。綺麗ですよね、これね。赤くてね。やっぱりね、なんつかね、サラリーマンもいいんですけど、サラリーマンやるんだったらできるだけね、上の方に行かないとね、やっぱりね、良くないですよね。何事もダメですね。ということでございますんで、私も、上へ上へとね、目指しました。サラリーマンしましたからね。一度あれですよ、自分で商売したこともあるんですけど、商売っていうのはね、何でもやっぱり運と巡り合わせっていうのもすごい大事なんですよね。運と巡り合わせいまいちなかったんですよね。なので商売はダメと。ということで、サラリーマンにまた戻ったんですけど、同じ会社にね、戻ったんですけど、一応ね、そういう中で役員にもなって、それからその、子会社の上場してる会社のトップにもなったんで、じゃないですかね。系統、一応系統まで行ったかな、みたいな。これね。頭赤くはしてませんよ、私はね。そういうようなことなんですけれど。280円で安いっすよね。ということで。それからラブちゃんですね。皆さんね、大好きなラブちゃん。はい。まだね、リボンをね、つけたままなんですよ。これね、このリボンはですね、トリマーさんがつけてくれたんですよ。そしたらですね、なんか知らんけど、この子嫌がるんですよ、首輪を。基本的には。これもね、ずっとつけてるんですよ。何なんですかね。気に入ってんですよね。気に入ってんの、ラブちゃん。それなんか、結構ゴワゴワしてるけど、大丈夫なの？なんか一回だけね、なんとかこうとかして、外したんですよ。でもなんかそれでこう、ビビビビ遊んでるんで、もう一回つけてあげたんですよね。そしたらまた、ずっとつけてんですよ。変わってんでしょ。なんか気に入ってんですよね。なんか、かわいいっすよね。リボン付きラブちゃん。赤いですからね。ラブちゃん似合ってるよ。あんたね、もうものすごいね、美人だとか言って言われて、美猫か、とか言われてね、可愛いとか言われて、もうものすごい人気だよ。よかったね。あんたで1000回以上もあったからね。再生回数ね。すごいね。これ投資チャンネルなんだけど。というようなことで、癒されましたでしょうかね。はい。で、ちょっと今後ですね、せめて半年に1回ぐらいは、トリマーさんとかね、ちょっと連れて行こうかなというふうに思ってます。なんかね、ラブちゃん、私は大暴れするかと思ったんですよ。なんていうんですか洗うでしょ洗うの初めてなんですよ、この子ね。でも笑われてるんですよね。何なんですかね魔法みたいなの。麻酔は打ちませんからね、ここはね。麻酔打つとかダメです。危ないですから、下手すって量を間違えると死んじゃいますからね。
なんでも、全然、女性二人でね、うまいことやってくれて。いや、すごいありがたかったです。ね。でも、ラブちゃんも綺麗にね、なりましたからね。よかったかな、というふうに思ってますけどね。はい。ということで、今日の日経平均株価なんですけど、38,617円ね。今日なんか終日下げですよね。うん。で、最後、-329円ってことですね。ああ、まあ、含み益ね。私はまあ、これ大して変わらないですけどね。トピックスね。これがマイナス22ポイントですね。2737ポイントということになってますね。あと、グロースがマイナス8ポイント。全部下げてますね。為替は相変わらず円安で156円44銭ということで、まあ、収まらないですよね。あとは、CFD も、CME の先物もマイナス方向でございます。で、その理由で、まあ、考えられるって言ったら、金利ですかね。10年債の利回りね。これがまあ、大変なことに。大変なっていうか、まあ、まあね、一応 1% まで許容するわけですからね。0.996 ぐらいまでいってるんですね、これね。すごいですよね。急にね、ぶわーっと上がり始めました。ごわーね。これ 1% を超えるかもしれないですね。でも、あれでしょう、日銀としては 1% 大きく超えてきたら、きっと連続差し値オペかなんかして、ある程度抑えるんじゃないですかね。よくわかんないですけど。まあ、金融緩和の環境は続けると言ってますけどね。結局、この10年債の利回りが上がるとですね、住宅ローン等に全部影響を与えるんですよね。で、これ10年債のところが上がるということは、自然にですね、日銀が操作するところは別として、まあ、2年債とか、まあ、その辺の利回りが、まあ、持ち上がってきますよね。全体、こう、イールドカーブですからね。まあ、ですから、まあ、変動金利も危ないということになるかな、というふうに思うんですよね。変動金利で皆さんほとんど住宅ローンを組んでらっしゃるでしょ。だこの先は分からないですよね。はい。日経 VI 恐怖指数ですけど、17.11 ということで、まあ、恐怖ないですね。大丈夫だと思います。まあ、これはまあ、こう、なんか、理由が欲しかったって感じですね。そんな感じがします、この売りがね。うん。だって、昨日これ、ダウ上げてんですよね。はい。これダウなんですけど、小幅ですけど、揃ってね、プラス66でしょ。ニューヨークダウね。これ4万円超えたんですよね。私が、なんか、具合の悪い間ね。具合が良かったんですよね。ダウはね。一週間で見ると、こんな感じで。4万円ね。すごいっすよね、これ。ここ4万円ね。よく見えないんだけど。こういうのはまあ、節目ですから、節目を達成しますと、やっぱ調整しますよね。で、またもう一回こう狙ってきてね。で、まあ、4万円を超えていくようなこともあるかもしれないと、よくわからないと。いうようなことなんですけど。それで、ダスダックもまあプラスですし、ナスダック100もプラスですし、S&P 500は5300ポイントいますよね。これがすごいですよね。はい。しかし、S&P 500は1万ポイントってあるんですかね。ここから倍になるというのは。どうなんですかね。よくわかんないですけど。トピックスは、倍あり得ると思う。ね、勝手に思ってますけどね。サンデーダウですね。まあ、わかんないですけどね。マーケットのことはね。これマイナス方向ですね、今ね。で、CME のダウ先物と、ナスダック100、S&P 500、全部プラス方向ですね。今日どうなりますかね。うん。で、日経先物は、まあ、先ほど申し上げましたようにマイナスですよね。ユーロドル 1.08 来ましたね。ドルインデックス 104.72 です。原油が安いですね。78ドル。いいですね。それから、ビックス恐怖指数は12まで来てる。12.11 ね。いいと思います。ね。うん、久しぶりに見るな、この画面を。あとですね、なんか、農林中金ですか ?1.2 兆円資本増強するらしいですよ。なんか、日向証券の横断が 1.7 兆円って。あ、なんか、青空銀行みたいですね。大丈夫本当に。農林中金ですからね、所詮ね。大したことないんですよ。ね。あとは、中国人民銀行5月の融資拡大を金融機関に指示と。あ、そうっすか。まあ、とにかく。ばらまくだけばらまいていくんでしょうね。とどまるところを知らないと思いますよ。なんか、不良債権、3000兆円とか言われてますからね。どうするんですかね、本当に。まあいいんですけど、その3000兆円も嘘か本当かわからないっていう、もっとあるかもしれない。ね。ということなんですよね。これだ、タイトルで人民元って下落していくと思うんですよね。一応こう管理相場みたいな感じになってるんで、あれですけど、基本的には人民元が、あれですね、タイドルで取引できなくなるっていう状況が、もしかして起こると大変ですよね。それってあれですよ。やっぱ
サンドビーとかね、そういうところがね、中国をですね、大きく格下げするっていうね、もうデフォルトみたいなね、そういうジャッジすると、まあ、大変なことになるんじゃないですかね。それはそれで、日本も困るんですよ。一時ね。中国、対中国取引ね、結構まあ機械とか、そういうものがまあ多いですから、まあ、中国の景気が低迷していくことによって、それでもって、まあ日本の製造業もですね、輸出、中国、対中国向け輸出ですね、これがやっぱ厳しいというようなまあことに、まあなっていくんじゃないかなと思うんですよね。しかしながら、その、今の習近平体制の下でですね、あれでしょ？何ですかね？反スパイ法はあるしね。あれはまあね、あれですよ、本当いきなり何のね、予告もなく、トラマンやられてね。それで、アイドルさんたちに、10年の禁錮刑とか言われてね。そういう普通のサラリーマンがね、そういうことになっちゃうんですよね。なので、まあ、ちょっとね、で、まして、これ土地資産は自分のもんじゃないし、ね。あくまでも使用権ですからね。で、この多分これ、あれですよね。中国の人が一番中国に不安を持ってるんですよ。だから、庶民まで逃げ出そうとするんですよね。で、そのメキシコ国境にわーっと中国人が集まるわけですよ。結構な経由していくみたいですよ。なんで、まあ当然富裕層はもうどんどん逃げていってますよね。そうなってくると、なんか厳しいんじゃないですかね。まあとにかく、金平ちゃんは毛沢東時代のですね、人民公社ね。ね。ソ連で言えば、クルホーズ、ソホーズね。なんか知らない人は知らないと思いますけど。あれですよ。とにかく、国が全部やるっちゃうんですよね。国が全部やるっちゅうのはもう絶対ダメなんですよ。ね。競争がないですからね。ということで、あともう癒着とね、それから腐敗がもう蔓延しますから、かわいそうなのは、人民だけであると。大体人民のために作った共産党が人民を不幸に陥れていくというこの姿は何なんだって感じですよね。私はまあ批判的です。早く逃げた方がいいです。中国からは。製造業といえども。本当に。だからトヨタがあんまりね、中国にエクスポージャーがないのは、まあいいことかなというふうに思うんですよね。問題は今 US チールをね、なんか買収しようとしてる、あそこね。日本製鉄ね。はい、中国に工場あるんですよね。製鉄工場。大丈夫かなと思いますけどね。アメリカがね、お前んところ、US チールいいんだけど、だけど中国にも工場があるじゃねえか、お前。っていうようなところでね、いろいろ言われてるわけなんですよね。なんかアマゾンが NVIDIA 半導体の発注を停止すると、どういうこと？そんなことあんの？それは困るでしょう。なんで？さらに高性能の新型を待つためで、AI 半導体需要のエアポケットになる可能性があるとしてる。次のやつがね、もう発表されてるんですね。これですね。これ待ちですね。30倍の能力があるとか言ってますからね。千代田化工建設ね。これ千代建株っていうのはね。15% 安ね。アメリカの合弁相手が破綻って、もうなんかあれですよね。踏んだり蹴ったりですね。こう千代田化工建設。昔はすごかったんですよ。千代田化工建設っていうのはね。輝ける銘柄だったんですけどね。落ちぶれましたね。それから、あとは、農林中金って5000億超えの赤字なんですね。それでですか。評価損でね、債権のね。岸田さんがですね、資産運用特区をやるみたいなことを言ってるらしいっすよ。そう。遅いね、なんでも。ということで、モルガン・スタンレーのアジアの CEO が円相場140円台に近づくと、金利差縮しようって何がわからわからんこと言ってんですかね。モルガン・スタンレー。本当かな？日鉄の US スティール買収、米大統領選後に粛々と協議を。そう、甘利さんね。結局出てきますよね、自民党の。自民党ってもうね、いろいろあった人たちが大体大物だったわけですよね。特にこの甘利さんとかね。なんで、まあ、やっぱこういろいろ言いますよね。だんだんこうちょっとね。なんかね。なんか、小泉さんとかなんか集まって。なんか石破さんね。総理にみたいな。たまた石破くんがぬめっとした感じでね。お話をよくお伺いして。そこはですね。みたいなね。なんて、なんかはっきりせん男ですよ、あれもね。一応あれですよね。鳥取だか、なんだか、あっちの方ですよね。鳥取じゃ人気なかったでしょ。私居酒屋のおかみさんに聞いたんですけど、人気なかったですね。中国株に戻り始めた国内投資家、外国では慎重姿勢維持と。あ、そう。まあ、国内の投資家もしょうがないですもんね。他に投資がなかなか難しいですからね。
というようなことでございます。これで今日はですね、まあね、病み上がりということもありましてですね、ちょっと軽いテーマでやってみたいなというふうに思っておりまして、例のね、メガネリクエストをね、一気見はむちゃくちゃ体力使うんで、それはちょっと勘弁していただいて。で、今日はですね、まあ株式投資ですね、これのですね、4000人調査っていうのがですね、株タンプレミアムであったんですよ。で、この株タンプレミアムっていうのは、まあ、株タンにお金払ってないと見れないんですよね。で、私も毎月払ってますんで、一応見れるんですけど、まあ、あんまりこう紹介したいものっていうのも、そんなに言うほどプレミアム記事ってないんですよね。だけど、この4000人調査、個人投資家に対する4000人調査っていうのは、まあ、調査なんで、アンケートなんで、すごい面白いんですよね。それで、まあ、それをですね、まあ、ちょっと今日はね、皆さんにシェアをしたいなというふうに思うんですよね。で、これですね、これ株単なんですけど、今日物多分下がったな。いかんな、これ。上がってほしいんですけど。日経平均4万円時代の勝ち技ということで、データ分析、投資レベル編その1ということでね、個人投資家の、まあ、4000人というか4079人ですね。まあ、これを調査して、まあ、いろいろ判明しましたということで、で、それをですね、まあ、なんすかね、真由美重隆さんね、株単編集部、編集統括プロデューサーね、この方が書いておられます。で、これをですね、ちょっと今日は皆さんと一緒にね、見てみたいなと。で、中でね、分けてるのがですね、なんか上級者とか中級者じゃなくて、上手い人、まあ上手い人、これからの人、なんかね、ラーメンみたいですよね。うまいな、これ、みたいな。まあ、うまいな、このラーメン、みたいな。そういう感じですけど、まあ、これからの人っていうことで、まあ、これからの人っていうのは初心者ですかね。それで、まあ、いろいろざーっと見ていったんですけども、結論からですと、やはり株式投資っていうのは、まあ、時間と、それから、まあ、私が常々言っております、含み益ね。これはもう、これがね、含み益主義が、ポイントではないかというふうに、まあ、ちょっと思う次第でありますんで、まあ、皆さんのね、ご意見もね、ちょっと聞いてみたいなというふうにね、思いますけどね。じゃあ、早速参りたいと思うんですけど、2024年に入り、株式市場は新局面に突入しようとしていると、新ゴジラみたいですね。最近このカタカナシーンが流行ってますよね。で、日経平均株価は1989年末から長らく立ちはだかってきた4万円の壁をついに突破と。はい。まあね。それでももう、貨幣価値が全然違いますけどね。実際に日本株のパフォーマンスは、欧米やアジアの主要5カ国を上回っていると。MSCI ね、国別指数で日本は昨年末でトップを走ると。モルガン・スタンレーが算出する、指数ですね。インデックスでやる場合ね。これを使いますよね。で、その要因には企業価値向上の取り組みやデフレ状態の脱却への期待が膨らむ中で、そうね、ゼロ金利政策を解除しても当面は実質金利をマイナスで維持する金融政策などが追い風になっていると。一方で1990年7月以来の1ドル150円台まで、1990年7月なんですね。1ドル150円はね。円安は海外株の日本円換算でのパフォーマンスを向上させていると。まあ、その通りですよ。ね。さっきの指数を円ベースで比較すると日本は正反対の最下位に甘んじる状況であると。ただしこれも日本の投資家にとっては朗報で、グラフの右端にある ACWI は、今や投資家の間ではオールカントリーね。オルカンの名で知られる全世界株式指数など、この新ニーサの積み立て投資で人気を二分する存在にも円安株高の風が吹き、投資家に恩恵をもたらしていると言ってますけど、オルカンね。オルカンも、どうなんですかね。意外と日本株投資してるらしいですよ。ね。それはね、これだったかな。これ、ニーサ口座の開設状況って、これ日本証券業協会なんですけど、これ見るとね、ですね、まあ、それぞれこう、まあ、ニーサ口座の開設数も上がってますし、正常投資枠での買い付け額も、ここ3倍ぐらいになってますし、積み立て投資枠、これも3倍ぐらいになってますよね。そうなんですけど、これね、よく見てるとですね、積み立て投資枠ちょっと置いとくとしてですね、正常投資枠での株式の買い付け額のうちの国内株と外国株の比率っていうのが出てるんですけど、これね、91% が国内株なんですよ。で、外国株は 9% なんですよね。だから、そのよくわからないオールカントリーみたいなのは、まあ、そのね、まあ、いいかな、任せようかな、みたいな。その中にも国債も入ってりゃね、まあ、いろいろ入ってますよね。それで、まあ、投資信託も、まあ、こう、株式が 59% ですよね。それで、投資信託が 41%。だから株式対投資信託ですね。
だから 59% 株式でやってるんですよ。あの、個別株ですよ。それでそのうちの国内株はですね、91%。だからね、結構皆さんね、なかなかですよ。ね、なかなか、そんな風に私は思うんですよね。というふうにもね、これはあの、日本証券業協会が出してるやつなんで、まあ、間違いないと思いますね。国内株はね、結構ね、しっかり投資にお金入ってるっちゃ入ってるし、まだ足らないですけどね。とは思いますけど、まあそんなことじゃないかなと。ただ積み立て額が小さいですよね、意外とね。そんな感じですね。まあその積み立て額が小さい分だけなんか、ちょっとウェルスナビが冴えないのかもしれない。ね。まあいいんですけどね。というようなことでございましてですね。それでこれがですね、MSCI 指数ですね。これの2024年のパフォーマンスで、まあ今のところのパフォーマンスですよね。これだとですね、現地通貨で行くと、現地通貨っていうのは日本は円ですよ。円ベースで 17%。ね、アメリカはまあ 10% ぐらいしか上がってないですよね。だからトップなんですよ。現地通貨っていうかまあその国の通貨ベースで行くと、まあトップなんですよね。それで日本円にこれ換算しちゃうとどうなるかって、まあ日本円は日本はそのままですよ。17% ですよね。で、アメリカですね。アメリカに投資したやつはですね、まあ円安ですから、その分だけね、これ21% とか21%。中国だって 24% にもなっちゃうんですよ。インド 18% ね。このオールカントリーね。オールカンね。これはもう 20% ということで。大変よろしいんじゃないですかね。新ニーサ通してですよ。ほんでまあ要するに、まあオールカンも含めてですね。まあ日本株、あるいはアメ株、まあ個別株、こういう投資ですね。で、これがですね、どんな風なことになってるのかっていうのをですね、カプタンがまあ調査したんですよね。それでですね、な、これ4回目の調査みたいですね。今年の調査では日本株で主に投資対象にしている時価総額や、新NISA の取り組み動向、メインやサブ、そして、NISA でか利用している証券会社、証券会社もね、これらの回答データと、うまくて強く、そして頑張っている投資家の事例をこれから紹介していくと。まず、投資の腕前でどのような違いが見られたのかを回答内容や銘柄ランキングで確認していくと。これが面白いですよ、結構ね。で、うまい人、まあうまい人、これからの人、違ってね、どこかと。まあ上級者、中級者、初心者ですね。でですね、それぞれのタイプの定義ですね。それと全回答者に占める割合以下の通りということで、うまい人はですね、なんと全体の 8.9% なんですよ。ね。で、まあうまい人が 32.7% ね。で、これからの人は 56% ですから、半数以上ね。60% ぐらいが、まあこれから、でもね、新たにね、投資を始めようっていうのは、そういういいことだと私は思うんですよね。というも思います。それで、まあ、要するに、この上級者っていうのは知識もあると。それから投資法も確立されてると。で、成果もあると。これが 8.9 と。で、知識とは、まあ、それから投資法、これは持ってるんだけど、成果がもう一つだというのが 32.7% と。で、初級者はですね、知識はあるよと。ね。初級者と初心者を挙げてですね。で、投資法がまあ確立されてないね、みたいな。成果はもう、よくわからんみたいな、37.5 ね。で、初心者ね、もうこれ初心者ですよね。なんか、有名だから買ってみたみたいなのが初心者ですよね。そして、それが大当たりしてね、そういうことあるんですよ。そうするとですね、なんすか、ビギナーズラックってやつでも、調子乗っちゃってね、次はもう信用取引でね、ドーンと行ってまおう、みたいな。それで、それがもうね、お衣装に置いたくられて、場合によったら、破産みたいなことになるというね。それよくないですよ。よく勉強した方がいいですよ。なんか不動産投資を進める人の中にはですね、なんか不動産は、もう手堅く儲かると言ってんですよね。そんなこと絶対ないでしょ。本当に。それはですね、貧乏人は儲からないことできてるんです。ね。お金はお金が好きなんですよ。だから、寂しがり屋ですからね。お金はお金のところに寄ってくるんですよね。あえてですね、なんていうんですか、わずかね、400万円ぐらいの、年収しかないのに、2800万円のワンルームマンションを35年ローンでね、しかもその住宅ローン使ってインチキしてね、それやって、絶対やっちゃダメですよね。本当に。もうそういうね、こう、なんていうんですかね、口車というかね、あと小口化と、不動産の小口化商品もそうですよね。あれもまあきちんとやってるところもあるんですけど、例えばなんすかね、成田でやってるみんなでおやさんね、まあ、絶対危ないですよ。私何回か出てきたんですけど、最近出てこなくなりましたけどね。あれはやばいと思いますよ。ものすごくお金集めてると思うんですけどね。というようなことで、実はですね、私はですね、もういろいろやってきたんですけど、まず、不動産投資、
いいんですけど、まあ、登記がなんだって金取られますし、で、めんどくさいでしょ、時間取られて。だから、ああいうのってのはもう、ビル一棟丸ごとドーンってお金持った人やったらね、まあ、そのね、いいんですけど、あともう全部、税理士とかね、そういう人たちが、いてですよ。で、こう、整えてくれてですね、司法書士とかね。でも、自分は座っとくだけみたいな。それぐらいになるとね、いいと思うんですけど、そうじゃないんでね。まあ、やっぱり株式投資がですね、本当にいいかなと思うんですよ。で、前も言ったかと思うんですけど、私、2000年かな、九州ね、地方採用で九州に行ったんですけど、まあ、ナイキのね、900ページぐらいになる、あれですよ、歴史を書いた翻訳本を出したんですね。出版したんですよ。これは本当に出版したんですよ。出版できたんですよ。ラッキーだったんですけどね。そしたら、まあ、なんですかね、トップがね、そういうことができるやつだと、IR もできるんじゃないかって。全然関係ないですけどね。だけど、まあ当時ですね、やっぱりだんだんこう、まあ株価も低迷してましたし、私のね、所属してる会社。でも営業利益もなんかちょっと落ちていってたし、それでまあその株価を上げるために、だいたい業績上がらないと株価上がらないんですけどね。だけど何にもやってなかったんですよね。まあそんな会社ばっかりでした、2000年頃はね。ほいでまあ外国、青い目のね、連中が来て、なんか脅かすでしょ。そういう、あとはそのすぐ後にも村上くんとかも出てくる時代ですよ。それでもうね、しょうがないからっていうことで、お前やってくれということで私やって、それで始めたんですね。で、その時にですね、まあ、自分が IR やるんだったら自分の会社の株は買っとかなきゃねと思って、なけなしのですね、70万円をですね、まずはその自分自社株を買って、で、その後ですね、だんだん慣れてきてですね、あれこれまあ一応私勉強したんですよ。とにかく何すか、わけわからんこと言うからですね、アナリストとかが、機関投資家とかね、オタクの ROE だとか PR がとか、わからんみたいな話。で、おまけに決算書あるでしょ。で、また決算書なんか読んだことないわけですよ。だからね、もうとにかく、決算書の読み方っていうのを本買ってきたりしてね。それから、あとは、投資に関してはですね、それこそそのピーター・リンチさんとか、ウォレン・バフェットさん自身のやつはないんですけど、なんかこう、なんかこう、そういう本があったんですよ。バフェットの銘柄選択術かなんかいうのね。で、そういうの読んだりとかですね。もう、要はアメリカが本場ですから、アメリカのものを読むということで、そういうの読んだんですよね。で、一生懸命勉強してですね。それで、だんだんね、こうやってるうちにですね、あれみたいな。そうね、ボーナスとか、そういうのが出たときに、結構ボーンと入れるわけですよ。で、ボーンと。ね。なんかちょっとお金ができたときに、ボーンと入れるっていうかね。まあだから通算どうなんですかね。ちょっとあんま定かじゃないんですけど、まあ確かにちょこちょこね、証券口座に、お金入れていったんでね。で、ずっとその当時から、一番手数料が安かったんで、で、しかもネットで取引できたのが、日本オンライン証券っていうのは今の au 株.com 証券なんですよ。で、そこで口座を持ってたんで、もう野村なんか絶対使いません。その当時からね、徹底してました。それでですね、まあ、結局のところ、多分5、600万ぐらいが、最初の資金じゃなかったかなと思うんですよ。足を、時間分散してますよ。結構そうですね。3年、4年くらいかかってますかね。で、それくらいが大体、まあ、マーケットにね、入れたお金なのかなと思うんですけどね。それで、それがまあ、結構なね、結構なことに、その後なっていくんですよ。で、まあ大体ですね、そのマーケットですね、全体から、まあ、いわゆるこう資産として稼いだ、ね、いわゆるそうしたんですよね。それはまあ1億円ぐらいに、まあ、そう、時間ですね、もう20年ぐらい。それで、大体1億円ぐらいになったと。いうことでですね、看板もですね、20年で、まあ、ゆるゆる投資して、だって忙しいですもん。ね、役員もやって、それで、あれですよ、何ですか、その後は、小さい上場会社ですけど、この社長もやってですね、もう胃が痛い思いしましたから。ね、それで、あれなんですよ、まあ、実はその、株式投資を、こう、ちょっと割とまあ、ちょっとお金かけて積極的にやっていこうっていう気持ちになったのはですね、とにかく機関投資家回りしてるとですね、あるいはアナリストと話してると、向こうが聞いてくるんですよ。なんかいい銘柄ないですかって。なんで俺に聞くのみたいな。詳しいじゃないですか、いろいろとか。ね、そういうふうに言うんですよ。ね。だから、いや、じゃあ、まあユニクロなんかいいんじゃないのとか言って。その時のユニクロは株価3000円だったんですよ。
ユナイテッドアローズなんかいいんじゃないかと。そういうようなことがありました。だから、結構当たるねとか、当たる人みたいなことになっちゃってね。面白いでしょ、そういうようなことなんですけどね。まあ、どうでもいい話なんですけど、ちょっとね。それでですね、この日本株の、保有資産額ですね。これですね、上手い人と、まあ、上手い人とこれからの人に分けてあるんですけど、1位がですね、だいたい、5000万から1億未満。これがですね、保有資産ですから、これも、もちろん、含み益も入ってますよね。だから 20.2% ということで、まあ、1万ですね。だいたい5000万から1億未満ぐらいが一番多いということですね。その次が1億から3億未満ですね。これは 17.5% ですね。ですから、まあ、私はですね、この1位と2位の中間ぐらいっていうふうにイメージしてもらうといいかなというふうに思いますけどね。それで、その3位になるとドーンと落ちまして、3000万から5000万、これ16.1。から2000万から3000万が 13.3。から1000万から2000万が 11.4。まあ、ここが 10% ですよね。それでね、もう化け物は3億から5億っていうのはいいですよね。これ10位ですよね。それから10億以上っていうのは、これが 1.4% いるんですよ。すごいでしょ。これはね、これね、母数361人ですよ。361人の中の、1.4% の人が10億円以上なんですよね。だから、私の、そうですね、視聴者さんである、ね、中国トレーダー、松本さんは、ここに入るんですよ、この11人ね。それ、すごいと思います、これ。この表をざっと見るだけでも、これ、すごいことだというふうに思いますね。しかしながらですね、株式投資ってのは、やっぱ時間が味方しますから、後で出てきますけど、投資のですね、その年期ですね、どこで始めたかと。だって、結局のところ、今、まあ、4万円近くのところでしょ。ほんと、その、なんですかね、果ては7000円、のところもあったわけですから。ね。そう考えていくと、まあ、戦後からするとね、もう戦後100円ぐらいみたいなところから始まってるわけですから。それはもうすごいことになってですよね。なので、その長くこうね、始めて、じっと持って、ね。まあ、途中売り買いもするんでしょうけど、まあ、そうした方がですね、こういうふうなね、10億トレーダーとかになってるんですよ。でも、せめてですね、この5000万から1億ぐらいのトレーダーには、まあ、なれるかなと。1億、2億、1億から3億ぐらいのところですね。ここも 37% ぐらいいますからね。で、まあ、上手い人になるとね、やっぱ金額落ちますよね。1位が1000万から2000万円ぐらいまでですから。これ2割。それで、500万から1000万が 17.9%。でも、これでもですね、私はいいと思いますよね。で、自分で運用して、それでまあ、これだけの、まあ、保有資産を築いてでしょ。で、まあ、これ、ひとまずこの2000万ぐらいまでいってたら、まあ、この調子でいけばですよ、老後の問題は、そこそこは、解決できるかなというふうに思うんですよね。これからの人がダメです。100万から300万未満。これはね、25.4% トップなんですけど、これね、入れてる資金もまだ小さいんだと思うんですよね。で、ちょこっとずつでもいいから、こう資金を、やっぱりお給料から、ある一定割合ですね、証券口座入れていってですね、それで、新規の投資ですね。これをやるべきですね。で、よくですね、まあ、そうですね、もう、何十銘柄もなってくると管理ができないとかいう方がいらっしゃるんですけど、それは間違いだと思います。何度も申し上げてますけど、そうですね。これはいい、なんですかね、種だなと思ったら、とりあえず植えてみることが大事なんですよね。だから、私今だいたい40銘柄ぐらいでしょ。で、これでもまあ、少ない方かもしれないですよね。で、それはですね、やっぱ、その中にですね、本当に何十倍になる銘柄が出てくることがあるんですよね。だからそういうことをですね、やっぱり株式市場っていうのは、一番重要な点は青天井であるということが非常に重要なんで、まあ、こんな、500万から1000万ぐらいの方でもですね、その中の一銘柄だけでもね、なんか 100倍になるとかね、そうなるともうすごい資産が増えるんですよ。そういうことかなと思いますね。これがまあ、保有資産額の状況で、やっぱ上手い人ね、この人ね。で、上手い人のですね、この361人なんですけど、この投資開始年、これがポイントなんですよ。これね、37.7% の人ですよ。1994年以前なんですよ。だから私より古いんですよ。だからまあ、松本さんなんかも1970年代から始めてますからね。もうちょっと、私はもう足元にも及ばない。だいたいここの統計にも出てこないですよ。1994年以前で一括りにされてますからね。で、そういう人は勝ってます。間違いなく。で、そういう人で、慌てない人ね。じっと持っておける人です。だからその人はですね、まあ、今、この2024年の、まあ、5月に至ってですね、いわゆる、まあ、この辺にいるんですよね。10億とか、
5億から10億とか、ね、絶対いると思います、この辺ね。というふうに思います。それからですね、まあ、うまい人ね。これね、1994年以前に始めたのに、そうですね、なんか、まあ、うまい人って、17% しかいないってのはどうなんですかね。向いてないかもしれないですよね。きっと。投資成績悪いってことでしょ？まあ、うまい人っていうのは。まあ、投資法もあるんだけど。か、もしくはですね、ずっと要するに、デイトレみたいなことやったら、売ったり買ったり売ったり買ったりね。そういうことをやってた可能性がありますね。そうすると、やっぱり、いまいちになる可能性がありますよね。まあ、ここ2005年ぐらいから始めた人多いですよね。27%。これはもう最初にリーマンショックを味わってますよね。ということですよね。それからこれからの人って本当最近コロナで始めてますよね。こう面白いですよね。共通点がね。リーマンの前と、それからコロナ前。ここで投資を始めてると。で、いきなり、ドンと来たと。で、2023年以降に始めた人は次に 24.5% なんですよ。これはね、多分NISA絡みかなというふうに思いますね。うん。来年から新NISAでやっていこうっていうところで講座を開設したと。始めたっていうことじゃないですかね。それから日本株の全体資産に占める比率。これがとっても重要なんですけど、上手い人ね。これはですね、1位はですね、90% 台ですね。2位は 100% になります。ですから、基本的には日本株で、要するに全体資産を埋めてるんですよ。これ意外でしょ？この30、どうしよう。1.5% ね。これが、3割強の人がですね、この日本株で全体資産を埋めてると。で、それが上手い人になってるわけですよ。それで、3位は 80%、4位 70% ということで、要はですね、もう本当にこの、パーセンテージが、日本株のパーセンテージが低い人はですね、逆に少ないんですよね。というようなことでございますね。だから日本株に思考、まあ昔からやってるから日本株は慣れてるっていうのもあると思うんですけど、まあ別の理由もあるんですよね。っていうのはやっぱりね、その、日本株はですね、このチャンネルでも何度も言ってますけど、自分でいろいろ調査できますよね。だって決算短信日本語で書いてあるから読めるでしょね。それから、見に行こうと思えば、例えば、小売業に投資したんだったらお店も見に行けるし、なんかのその製造系、ね、系に投資したんであれば、そのね、製造の情報とか、そういうものもね、共有というか、得ることができますよね。その製造物のね、車だったらもう明白ですよね。だそういうことがですね、やっぱこうできるのがですね、やっぱこう日本株なんですよね。だから日本人はやっぱ日本株投資するべきなんですよ、僕は思うにね。それで、まあ、上手い人っていうのはですね、まあ、そうですね。そんな多くないですけど、まあでも、日本株 100% って 13.1 ですよね。で、90% 台が12ということで、まあこれは上手い人に近いような感じなんですけど、それでも 25% ぐらいしか割合がないですよね。で、いきなり 50% 台なんですよ。あと 30% 台。これはね、浮気してるんですよ。ね。他のもんに。日本株以外。債券とかね。あ、まあ、株式だから、海外株ですよね。これからの人。まあ、これからの人はね、やっぱさすがにちょっとハードル高いんで、15.7% がですね、日本株投資ですね。100%。投資してますね。で、いきなり 30% 台が来るんですよね。11.5 ね。これこう2つに分かれるということですよね。海外株ね、70% ってこと。オルカンかもしれないし。よく分かんないですけど。それで、次また 90% 来ますね。だからまあこう、15と11と合わせると、まあ26、7あるから、まあ、健全じゃ健全かもしれないですね。やっぱり日本株優位が変わらないですかね。やっぱ近づきやすいということだというふうに思いますね。まあ、母数がですね、361が上手い人で、1332がまあ上手い人だって。で、2287ってものすごい数が、なんですか？これからの人なんで、初心者なんでね。まあ、やっぱこのデータはちょっとあんまり意味がないかなと。で、それよりこっちですね、上手い人がどうしてるのかっていうところは、すごく参考になると思いますね。はい。上手い人の場合、各資産とも投資歴が長い人の割合がトップとなる傾向があると。もうね、それね、普通に考えて当たり前です。だから。日本のね、株式市場1970年代から行くとですよ。だからとんでもない。一回こうバブルでトップつけてバーッと下がってますでしょ？だけどまた戻ってるわけですよ。だから、生きてればですよ。ね。生きてれば、あれ？プラスになってるみたいな。そういうことになるわけですよね。そういうことで、1994年以前ね、この上手い人の資産ね、見てみると、10億以上が 60%。すごいな。
まあね、こう、1994年以前に始めておくべきでしたね。で、この頃は私、現場ですから、現場でね、商品売ってましたから、店員です。で、5億から10億未満のところが 75% で、3億から5億から67、1億から3億、51%。まあ、お手のすごいですよ。ここにですね、3000万とか5000万の人がいるでしょ。で、こういう人たちって、多分あれですね、売ったり買ったりしてんですよね、きっとね。それ頻繁に売買を繰り返してるんですよね。そうするとですね、どこから始めてもですね、例えば2割上がって売ると。それをやると含み益はできないから。だから、結局こういう結論になってしまうんですよね。こういう人たちは売ってないです。そんな簡単に。ね。と思いますね。それから1995年から2004年。ここはなかなか10億以上が、まあでもいますよね、40% ね。なるほどね。それから、2000万から3000万ね。まあ、しょうがないですね。まあ、でも、3億、1億、まあ、この辺がね、まあ、こういますよね。これ、ここのグループに私いるんですけどね。まあ、10億は当然いってないですね。まあ、ですから、まあ、この辺ですよね。4割方のところに、1億から、3億未満のところにね、私はいるっていう感じですね。まあだから、本当に、いつ始めたかっていうのはすごい重要で、で、早く始めた方がいいと思いますね。今が高値だからっていうのは、まあありますけど、日本株は今まだ割安なものはいっぱいありますんで、で、個別銘柄で考えていけばですね、別に日経平均ね、前もお伝えしましたけど、結構恣意的に作られてるやつですので、単にですね、本当にこう、なんていうんですかね、種付けみたいな感じで、成長する株とか、うん、まあ、それから割安な株ですね。こういうものを、まあ、丹念に探していってですね、それに種付けをすると。とにかくね、人生かけちゃダメですよ、一銘柄に。ね。なんすかね、高配当だ、JT 一本釣りだ、みたいな。JT に人生かけるみたいなね。そうしていますけどね。私は JT に人生かけたいと思わないですね。というふうに思います。まあ、JT 釣れないと思いますけど、そこまですることはないかなと。ということで、まあ要するに1994年、まあ早く始めた方が勝ちっていうことはここでわかると思うんですよね。本当に。というふうに思います。で、直近23年以降で始めた人っていうのはもう5000万から1億得るっていうのは 1% しかいないですよ。3000万から5000万も 2% しかいないですよね。だから、早い方が勝てる。勝ちだなっていうことですね。それから足元の2024年の運用成績なんですけど、うまい人のほとんどが利益と含み益を獲得してるっていうことですね。というか私が、含み益、まあ、例えば 90% ね。まあ、今日の時点だと90点いくつでしたけど。で、実現益が、まあ、例えば 17% とか、そういうふうに言いますよね。ところがまあ、利益は実現益のことですね。足元の損益動向でね。1位はですね、利益があって、なおかつ含み益もあるというのが 96.4%。これがうまい人ですね。ね。一応私、うまい人に入ってますよね。で、損失含み損が 1.9% いるんですね、そういう人。だこういう人は、もう本当に、短期トレードやってますね。で、ノーポジもいますね。もういいや、みたいな。上がり、みたいなね。それから、まあ、うまい人。ぼちぼちうまい人ね。そう、でも 76.6% がですね、まあ、含み益を得てると、利益とね。そういうようなことで。まあ、そうですね。損失もね、すごい多いんですよ、17%。どうしたら損失になるのかなと思うんですけど。まあ多分、メガサ株、あとテーマ株、そういうのを買ってる可能性は、そうだなと思いますね。半導体だって言ったら半導体を買うでしょ ?AI だって言ったら AI 関連の、そういうの買うでしょそういうのがね、含み損になっちゃうんですよね。まあ、これからの人はまあ論外なんで、でも利益、含み益を得てるのは 68.5% いるっていうのが大したもんですよね。まあどのくらいの利益は別としてね。でも、損失も 24.1%。含み損抱えてるのもね、これはね、早く切った方がいいっすよ。と思いますね。シナリオが、シナリオって言ってもわかんないですよね、これからの人にね。シナリオが、まあ、良ければ持っといてもいいんですけど、含み損でもね。シナリオが悪いとちょっとね、早く処置、選定した方がね、いいと思いますね。はい、プラスパフォーマンスの状況ということで、上手い人は日経平均株価のプラス 20.6、3月末時点ね。を超えるプラス 30% 以上の人が 29% と。まあ、上手い人では 15%。これからの人は 12% が日経平均超えとなっているということで、日経平均超えてるか超えてないかってあんま考えたことないですよね、私。ね、昨年の運用成績ね、これですね、23年度。
で、上手い人の 91% がリターンを上げて、日経平均を超えるから 30% 以上の人は 36% を占めたと。いうことですね。23年の損益動向ね。あ、これね、23年、22年、21年、20年出てくるんですけど、23年の損益動向は、上手い人は、90% ね、含み益を獲得してますね。そうですね。まあ、90% の含み益じゃないですよ。含み益を持ってる人は 90% ってことですね。含み損の人もいるんですよ、6.1。面白いですよね。だけど、まあ、上手い人になると、含み損の人が 24.7% にもなるんですよね。厳しいですよね。これからの人はさらに増えて 25.8% の含み損になりますよね。まあ、含み損もね、いい含み損ならいいんですけどね。未来のあるね。22年ですね。この時のですね、日経平均はですね、マイナス着地になってるんですよね、22年はね。で、上手い人の 80% が勝ち。これに対して、まあ、上手い人は 61%。これからの人は 49%。要するに日経平均はマイナスなんだけど、勝った人ね。どうかということだと、勝った人はね、8割いるそうですね、上手い人ね。で負けた人が 18%。それから、まあ、上手い人は勝ちが 60% で負け 34%。ね。これからの人は勝ちが 48% で負け 27%。てなことでございまして。まあ、日経平均マイナス 9.4 とか、こんな感じですよね。なんか22年じゃ、ちょっとね、私ね、後を追ってないんですよね。だから、日経平均が気になってないんで、よくわかんないですけど。配当はね、何ですかね、ちょっと調べてみたら、追っかけることができたんで、配当金額でいくと、ずっとプラスですよね。まあ、配当金額イコール、組益ではないですけど、まあ、要するに、まあ、損益通算やってもですね、プラスが持続してるっていう感じでしたね。で、21年ですね、これが、勝敗動向で、上手い人は勝ちが 79% で負けが 15.2 ね。それで、これからの人はもう勝ち 37.2 で、不明投資せず 34.1 こういうのはあんまり投資の機運がなかったんですね、21年ってね。まあ、コロナ禍ですからね。でも私はこの21年のコロナ禍結構買ってますよ、銘柄。これと20年ね。20年の子。20年はですね、前半売りに売って、そして後半買ったんですよ。ね。ちょうど4月とか5月頃ですかね。あの時に、そうですね。もうこれから、ちょっと先ないねっていうやつは売りました。ボンボン。ボンボン。それで、要するに、絶対潰れないねって、三井住友フィナンシャルとか、それから三菱 UFJ とかはこの時に買いましたね。で、この時ね、実は JT も持ってたんですよ。で、あれね、ずっと持っときゃよかったなと思うんですけど、なんかの理由が、あ、そうそう。あのね、JT を売った理由はですね、ロシアですね。ロシア。ロシア問題。これがあってですね、やばいなと思って、で、ロシア関連は、逃げとこうと。いうことで JT 売ったんですよね。で、僕は JT 持ってたら、まあ倍、もちろん倍以上にはなってると思いますし、配当もね、もっと入ってきたと思いますけど、まあそれはそれでね、リスク管理なんでいいかなと思うんですけどね。まあそんな感じですね。それで、まあこの間ですね、ずっとモノタロウがいるんですよ。ね。含み益を守ってくれるね。ということなんですけどね。で、20年の勝敗動向なんですけど、まあ、バラしますとですね、モノタロウはですね、実は私130万円で1000株しか買ってないですよ。そもそも。1000株。でも、そいつがですね、4回分割やったでしょ。だから、まあ、そのままにしとけばですね、1万6000株になったんですね、1万6000株。で、もちろん、もちろんそれを途中で、まあ、売って、キャッシュに変えて再投資に回してるんですよね。だからまあ、その、モノタロウは今の資産をですね、本当に作る源泉、資金を作る源泉にもなったというような、まあ、ことなんですね。こういう、含み益も守りながら、それでまあ、いろんなものに投資していく、そういうですね、資金を、まあ、作ってくれたのがモノタロウですね。ただ、そういうものがたった一つあったらいいんですよ。たった一つ。そしたら、あれですね、勝ちパターンに持っていけるっていうふうに私は思うんですよね。なんで、そういうのをね、絶えず探してるんですよ。ね。だから、最近私、グロス株、少し、まあ、投資するじゃないですか。でそれはですね、そういうものがないかなっていうふうにやっぱり思ってるんですよね。でもね、それね、本当にちょっとでいいんですよ。だから私、モノタロウに、例えばね、
5000株とかそういう投資するお金なかったですから。1000株で130万ですよ。ね。1300円だったってことですよ。なので、それだってアップアップで投資したんですからね。なんでね、まあ、そういう意味で言うと、そういう銘柄をちょっとこう探すっていうかね。それにはやっぱね、これから成長していくものを見つけないといけないですよね。うん。で、それをね、売ったり買ったりしないってことですよね。まあ、もちろん、あれです。シナリオ崩れたら売った方がいいと思います。だけど、シナリオが、まあ、一時的な要因で崩れてて、でももうファンダメンタル的には絶対いいよっていうやつはもうそのまま、持ち続けると。マイナスがあってもね。で、そういうふうに思っています。シェアリングテクノロジーなんかそうなんですけど、あれなんかでも、あれですよね。一向に株価上がらないですよね。で、イライラしますよね。だから私は売らないんですよ。ね。別に待つんですよ。待つは、私、いつまでも待つはってやつですね。なので、待つことは大事なんですよ。ね。あれでしょ？勝つと思うな、思えば負けんよって言ってたじゃないですか。ね。柔らの心でございますよ。ということでね、まあ、勝とうと思ってるんですけど、ボードとかね、競馬じゃないんでね、一瞬で結果って出ないんですよ。だからやっぱりね、しっかりと豆と一緒でね、美味しくなれ、美味しくなれ、って言いながらね、こう、煮込まないといけないですよ。煮込んで。でも、そこにですね、例えばこう、虫が入ったりとかですね、そうするともうそれは捨てないといけないですよね。商品として出せませんから。まあ、そのシナリオを崩れるというのはそういう意味ですね。ああ、もうこれ違うなーっていうのね。ですから、まあ、企業研究っていうか、それをですね、まあ、絶えずやるということが、まあ、楽しいし、それがやっぱ一番ね、勝つ秘訣ですね。で、それはですね、米株とかね、そんなんじゃできないですよ。ね。本当に。ナイキむちゃくちゃ詳しいですけど、じゃあ、ナイキ株を取引できるかって、いや、ちょっとやっぱりできない。ね。だってグローバルでビジネスやってますしね。英語ですから、基本的にはね。多少読めますけど、しんどいっすよ、結構やっぱり。英語で情報を得るっていうのはね。そんなことでですね。まあ、20年。これね、コロナの時ですよね。ね、まあ、ここ勝ってますよね。うまい人は。なんで勝ったかって、負けた人もいますよね。22%。これね、すごく意味深いですよね。だこれ前半はですね、多分、二通りあると思います。耐えた人がいると思います。耐えた人ね。ガーッと下がるけど。だけど、下がったのに対してですね、下がったところで、買い向かっていった人もいると思います。そうするとですね、年の、中央あたりから後半にかけて上がっていったでしょ。ね。日経平均これ 16% 上がってるんですよ。なんで、特にグロスが上がりましたよね。ナスダックがむちゃくちゃ上がってましたから。だからその時にですね、辛抱した方ですね。だから負けた方は辛抱できなかった方なんですよね。と思いますね。で、私はまあどっちかというと、選別してね、ポートフォリオを組み替えたって感じですね。もう下げてても、私のね、流儀はもう、勝ち負けちゃった。利益も、とも、損も得もないと。ね。このシナリオはダメだと言った売りだと。例えばですよ、このコロナの時に、ホテルとか、旅行関係とか、そんな銘柄もし持ってたとしたら、どうですか？ね、一刻も早く売った方がいいでしょ。いくらでも。金に変えた方がいいんですよ。お金に変えた方がね。そして、このコロナ禍から、急速回復するような銘柄ですね。これを持つべきなんですよね。そういうふうに言います。で、急速回復するというよりも、もう絶対これはなくならないなっていう。インフラですよね。前もやりましたけど。だからそのメガバンクが私インフラだと思ったんですよ。だからメガバンクを、にいっぱい突っ込んだんですよね。そういうようなことなんですね。まあ JT もそうなんですけどね。タバコやめんだろみたいな。ね。コロナになってもタバコやめないぞみたいな。そういうようなことで、まあそういう理由ですね。でそういうところ、まあ配当も良かったし、ということでですね、私、ここで大きくポートフォリオ。前半は売って整理。で、後半は、要するに仕込みですね。まあ、売りながら仕込んだっていうのもありますけどね。そういうふうなことをやって、それで私、この20年のパフォーマンスは、すごい良かったと思いますね。結局ね。ということでございます。これは投資開始以来のパフォーマンス。上手い人のほぼ 100% が利益を上げ、資産を増やしたと。ということで、ですね、投資開始以来の損益資産増減の動向ということで、まあ、利益資産が増加したっていうのは 94.2% と、まあ、そうでしょうね。損失がいるんですか？資産減 4.7%。どうしたらそうなるの？よくわかんないな。
そうですか。やっぱり一定数、あれですね、いるんですね。要は、頻繁に売ったり買ったりを繰り返す人ね。多分これ、いい株を、いい銘柄を買って、やっぱしっかり持っていくと。で、時々、要するにポートフォリオの修正をするというような考え方の人だというふうに思いますよ。で、このまあ、うまい人のこの 67.1%、ここも、まあそういう考え方だと思います。だからこの2位に、損失資産減 24.6 ってあるでしょ？こうしたらまあ、中級者ですから、こうしたらもう売ったり買ったりしてるでしょ？ね。で、言いたいことはですね、売ったり買ったりしちゃいけないと簡単に。いうことです。理由があるならいいんですけど、20% 儲かったから売りますって。これ絶対ダメです。20% を2倍、3倍、4倍、5倍。なるかどうかね。でもならないというふうにシナリオがきちんと描けているであればね、それはそれでいいと思うんですけど、そうじゃない場合はダメですね。そうすると、粉、損失資産減 24.6 っていうことになっちゃうんですよね。多分これからの人よりも、まあ上手い人の方が資産減した人が割合が多いってことは、ちょっと、自分に自信が出てきてるからなんでしょうね。だから、やっぱいわゆるその、売ったり買ったりもかなり派手になるんですよね。そういう傾向にあるんじゃないかと。まあ場合によったら信用取引とかも、まあ入れてるんじゃないかなというふうに思いますね。で、プラスリターンね。これ投資開始以来のプラスリターン動向なんですね。で、これですね、面白いですけど、この上手い人はですね、大体その、投資を開始してからですね、2倍から5倍。これ 28.2% いますね。でも私の場合は、この辺ですね。まあ、大体5、600万だと思うんで。で、それがまあ大体1億近く増えましたんで、1億超えまし、超えをしましたかね。なんで、やっぱ20倍ですね。20倍。3.8% もいます。別に自慢するつもりはないですけど、もうこれは物太郎のおかげですね。で、これからはまあ銀行が支えてくれる、さらに支えてくれるんじゃないかなと思うんですよね。というふうに思いますね。で、やっぱでも2倍から5倍を作ったと、投資開始以来ね。で、運用の資金にもよるんでね、例えばこう5億、10億、それを運用してる場合は、やっぱこう2倍、5倍活かせるのって結構大変だと思いますね。適正なのは多分ですよ。まあ、おそらく2、3000万だと思うんですよね。そうすると結構な銘柄分散できるんで。で、その話は後で出てくるんで、ちょっと見たいと思いますけど、まあ、マイナスリターンどうでもいいですよね。ですね、これなんですよ。足元のこういう銘柄ですよね。で、これね、うまい人見てください。1位はね、21銘柄から50銘柄なんですよ。だから、このマックスの50銘柄っていうのは、私今40銘柄でしょ？この間選定したからもうちょっと減ったかもしれないですけど、でまだ少ないんですよ。割合 28.3% です。結構ね、分散されてるでしょ。で、2位がですね、51から100銘柄。このぐらい持つんですよ。で、18% ね。だ両方合わせたらですね、46% ぐらい。これがですね、まあ、上手い人の保有銘柄なんですよね。で、これ100銘柄以上ってもう、これはちょっとね、大変ですよ。本当に、調べるのがね。で、やっぱこう、まあ、うまい人とか、これからの人ってのは、銘柄数少ないですよね。これだとね、要するに、農業の心で、種付けするのが、ちょっとできないんですよね。もう決めてかかってるわけですよね。これなら大丈夫。とか、あともう資金がこれしかないから、もうこれに行くしかないわ、とかね。配当利回りで判断して。そういうことかなと思うんですけど、まあ、やっぱり、50銘柄前後ぐらいは、もう十分持っといていいかなと思うんですよね。この1、5銘柄とかでも危険です。危険。一つこけたらね、もうちょっとね、資産がね、大幅に、含み損になっていきますから、やめた方がいいですね。極力分散するというのは、やっぱ、これから見てもわかるでしょ？あと、年齢ね。これはですね、まあ大体、上手い人は年ですよね。1位が56歳から65歳。33% よ。2位が66から75、私です。25.2% ね。ここね。でもね、本当はこの46歳から55歳みたいなところとか、この36歳から45歳みたいなところが頑張っていただきたいんですよね。まあ、上手い人いますからね。で、今始めたい人も、やっぱこれ定年退職ですかね。56歳から65歳、66歳から75歳。いますよね。これからの人は若いですね。46歳とかがトップで。そうですね。36歳台もいますよね。18.3%。まあ、こんな感じですね。
まあ性別は男ですね。それはもう、そうだ、そうなると思います。でも女性も増えてきました。特に、これからの人ね、若い方だと思うんですけど、18.5% ね。これは一番、最近参加してる人は女性が多いというようなことかなと思います。女性も僕は、辛抱強さっていうのはあると思うんで、あれですよね。あんな大きなね、お子様をね、お産みになるわけですから、あんま忍耐力ないと できないですよ。とつき10日ね。なので、そういうつもりでやられればですよ。いいかなと思いますね。まあ女性もそういうね、資産をね、築いていくということが、これからは求められるかなというふうに思います。はい、職業ね。やっぱね、上手い人はね、会社員でしょ ?32.7。で、定年退職後、25.5。これ、私ですね。でね、自営業ね、13%。えらい少ないでしょ?やっぱね、無理なんですよ。会社役員も 9.1 でしょ?まあね、時間がないですよ。見れないですよ。まあこの会社員っていうのも、おそらくあれですね、しっかり休みが取れる人でしょうね。だと思います。会社員が全部トップですけどね。これ定期収入が入ってきますからね。で、基本定年退職後で。だからこの人たちが定年退職したら定年退職後も続けるんですよね。というふうなことでございますね。まあ、私役員の時あったんですけど、これもね、難しかったですよ、時間取るのがね。そうですね。というふうに思います。それから年収ですけど、年収気にしてる人がいると思うんですよね。種銭が、みたいなね。で、やっぱね、年収が多いと、まあ種銭も、まあ、増やせるじゃないですか。だからまあ儲かるんじゃないかと思ってらっしゃるかと思うんですけど、ちなみに私の年収って、まあ、この2位のね、200万から400万ぐらいのところなんですよ。まあ、もちろん年金と、それから、ちょっとした顧問料とかね、役員やってますんで、ちびっとした役員報酬とかね、そういうのもあってて、これ2位なんですよね。だからここにいるんですけど、まあ普通はもう400万から600万ぐらいですよね。これ普通の会社員の方でしょうね。20.5%。こっちがまあ年金ですからね。19.7% とかね。だから、まあこういう人たちもしっかりこういますよというようなことですよね。まあこれ別にこの人たちが、この年収の低い人が儲かってるっていう意味じゃないですからね。年収の分布がこうだということですからね。だから確かに、まあ3000万円以上の年収のある方も、それから無収入の方もいるんですけど、しかしながら、それに関わらず上手い人の中にはね、やっぱりこう200万から400万、200万未満もいますよね。そういう人でも、しっかり、資産運用ができている方が、ね、で、まあ、資産を作っている方がいらっしゃるというところがですね、まあ、これでちょっと皆さんの勇気づけになるんじゃないかなと思うんですよね。うん。そういうことだと思います。で、ここからですね、含み益ね、ちょっと見てみたいんですけど、これからの人の含み益とか見てもしょうがないんで、見たいのはね、上手い人の含み益ね、これがね、面白いんですよね。ね、1位はね、三菱商事です。で、これ三菱ですね、結構前に買ってるんだと思いますよ。別にバフェットさんがどうのこうのの前にね。ということで、三菱商事がトップですね。ここ出てる、この株価は現在株価で、そうですね。52週の安値が1600円じゃないですよね。ここで買った人もいるかもしれないですよね。だけど、もっと前から買ってる人もいるかもしれないですよ。ね。で、1位が三菱商事ですね。それから三菱 UFJ。これですね。これ52週の安値でですよ。832円だったんですよね。ちょっともう今倍でしょね。まあ、もったいないですよね。でもまあ、私はもっと下で買いましたからね。から JT。これは私がもう途中でね。ロシア問題で。やめたやつですね。不明を恥じておりますが。ね。だから、三菱商事、三菱商事、JT。これがベスト3なんですよね。含み益を持ってるね。ということを、まあ、含み益っていうのは、手堅いものに含み益を持つようになってるんですよ。だから、これは売らないと思いますね。なかなか。だから、大きく下げることはない。問題はこのレーザーテックですね。もう、いわゆる、半導体ブームでしょ。これはね、まあ、ちょっとわかんないかなと思いますけど、これも結構乗った方が多いんですね、うまい人の中には。がトヨタ、ね。私も乗り損ね、ここね。まあいいんですけど、トヨタね。東京エレクトロンね、これも私買ってません。それから三井住友、これは私持っておりますね。これも随分長いとね。だから2020年ですから持ったのはね。三井住友ね、これ含み益を支えています。ですから、あと、オリックスね。そうですね。オリックスも実は持ってたんですね。で、オリックスはですね、業績、プラスに持っていける会社なんですよ。リースの会社なんで。
だけど、裏切っちゃったんですよね。株主優待もやめて。で、その時ね、こういう会社はいかんなというふうに思って、シナリオ崩れで売ったんですよね。それから、オリエンタルランドですね。ディズニーです。これは、まあ、分割してますよね、これね。うん、まあ、これも持ってる方多いんですね。から、インペックスね。黄金株が入ってるところですよね。もう、まあ、含み益を稼いでると。いや、しかし、まあ、IT 系増えてますよね。東京エレクトロンデバイス、ソシオネクスト、三菱重工ね。なるほど。それから、川崎汽船ね。川崎汽船ね。怖くないっすかね。新越科学ね。これは、3797円っていうのがありましたからね。ちょっとここのとこね、きついっすよね。特殊陶業ね。特殊陶業は私、特殊をして動画を撮って自分は買わなかったというね。バカでしょ。そういうことあるんですよね。いいなと思ったんですけどね。あと、トリドールですね。これ丸亀製麺でしたっけ？ね。そうそう。こういうのもね、入ってるんですね。と、日本製鉄ね。まあ、これはなんか王道ですよね。4.84 の利回りね。しかし今回2兆円でしょ？怖いな。ジャルコ。ジャルコね。そうですか。パチンコホールのね、貸金業。怖いな。怖いです。181円ね。FPG ね、これなんかね、来てましたよね。メガリテストでね。まあ、私はいらないって言ったんですけど、まあ、1072円の、これ年初来安値でしょ？そうですよね。52週ね。52週のやつ、安値から一等間エラーがあってますよね。前哨、すごいですね、前哨。4185円が、9270円までいったけど、今のところは下げてると。JPX は日本取引所ですね。これは、2093円が52週の安値で、今3519円ですか。まあ、浮いてますよね。うん、こういうなんか売られそうですね。くら寿司ね。くら寿司は3005円が年初来安値ですか。で、今4880円ね。倍いってないですね。倍いかないと嫌なんですよね。5450円。マクドナルド。6790円ね。もうまあまあ無理ですね。あとライズアップ。ライズアップ買った人いいんだ。153円だ。結構買ってます。そうですね。441円なら。まあ倍を超えてますよね。うん、まあそうっすか。興味ないっすよ。もうちょっと。いい加減なんでね。東急不動産。これは649円が年初来安ね。そうなんです。東急不動産ちょっと買おうかなと思ったことあったんですけど、ちょっと不動産株ね、どうなんですかね、これから。と思ってますけど。あと山岡屋ね、これはラーメン屋ですね。782円ってなったんですね。ここで拾えれば最高だったですね。霞ヶ関キャピタル。これもまあ割と取り上げられるやつですよね。3475円が18370円。素晴らしいじゃないですか。6倍。着。いいと思いますね。いや、いいの、投資してますよね。で、2860円の IG ポート。これが4520円。まあ、一時期2倍ぐらいになったんですかね。IG ポートって何？アニメ企画の会社。まあ、だから必ずしも超有名企業ばかりでもないですよね。で、外食が多いですよね。でね、うまい人の含み損、ちょっと興味あるなと思って。面白いですよ。日産自動車ね。早々にやめました。ニデックね。これも私危ないと思いましたからやめました。だね。だって、中森さんしかいないんですもん。それから、武田ね。もうなんかあの、薬価変えててゴロゴロ変わるんでやめました。やってないです。アステラ製薬ね。これもまあそうですね。それから、エーザイ。まあそれもそうですね。まあなんかやっぱり薬品関係買ってたんですね。で、不均衡になってるんですよね。これいつか戻ると思ってるんですね、皆さん。それから、ワールドね。これワールドって、アパレルのワールドじゃないですよね。九州地盤の、製造派遣、請負い。そういう会社ですね。へえ、そうなんだ。これが組み損なんだ。あとは、参考 MF。知らんな。都内中心に居酒屋外食チェーンを、外食店を運営と。ああ、うん、なんか食品関係が皆さんお好きですよね。東洋もね、いらんでしょう。小林製薬ね、なんか、大変じゃないですか。え？紅麹問題あるんじゃなかったっけ？小林製薬じゃなかったですか？エニカラーね。これも私のとこ来ましたね。リクエストがね。ダメですね。あ、ウェルスナビね。はい。私も、含み損です。皆さんと一緒です。みずほね。含み損ありません。はい。川崎汽船ね。これは持ってないです。NTT ね。
含み損ではありません。まあ、ちょっとNISA口座で、入れてる分は、あれはちょっとね、運用という考え方をしてないので、資産、貯金なんで、ただ、特定口座に入れてる分はまだプラスですね。まあ、130円ぐらいは僕はですからね。それからですね、住石ホールディングスね。ああ、それで来るんだ、こういうふうなのはね。310円。これ含み損なんですか？ああ、5570円があるからね。これはね、マネーゲームですよ。ヤクルトね、あ、これも含み損になるな、5200円までいってるから。M3 ダメでしょ。ね。わらべや日曜ね、これもね、ダメ。まあ、セブンイレブンでね、一番美味しいのはわらべや日曜なんですけどね、もうダメですね。あとは目立ったのは、小野薬品とか、なんか薬品系多いっすよね。MDV、知らんなぁ。MDV ね。何これ、あ、データネットワーク。電化製品って感じでね。サンバイオって、なんか昨日だなぁ。バイオベンチャーね。ダメでしょ、バイオベンチャー。それ以上や。ガンね。それもバイオベンチャーですね。ライオフね。この間まで持ってました。一応ね、撤退して儲けました。500歳まで行ったんですね。それでマイナス。でも大した含み損じゃないじゃないですかね。リプロセルも医薬系ですよね。そうですね。医薬系にみんな皆さん興味を示すんですね。板ガラス。これいいですかね。ビルキントンでしょ？ね。生涯代を飲み、買っちゃったみたいな。住友系か。興味ないな。サンコールね。サンコールがなんで出てくるんですかね、ここに。サンコール面白いな。京都の会社です。いい時投資してました。入ってよかったんですけどね。ちょっと今きついっすよね。平和ね。これはあれですよね。パチンコ屋ですね。平和不動産とは違いますね。これもなんか、そうですね。2700円までバーッと上がったんですよね。JDI。ジャパンディスプレイね。はい、これも私持ってます。損失です。ね。それから、マックビー。23,450 円までいって、14,810 円まで下がってるっていうのは、悲惨ですね。全勝も外食ですね。これもまあ、結構9,274円までいって、6,184 円に下がってると。これまだ下もありますね。スクリーンね。これもあれですね。いわゆる半導体系ですね。2万円が1万5000円だったと。サイバーダインね。これ私、一時騙されました。しかしながら、サイバーダインは私、まあ、損してないけどな。まあ、ちょこっとプラスで、振り抜けましたんじゃなかったですかね。もう覚えてないです。あと、ピジョンね。これは2237円までいったんだけど、1500円だったと。いや、ダメですね。5% ね。これ、中国拡大するの良くないですよね。それから、青空銀行ね。3301円。まあ、いいって言われたんですよ、青空銀行って視点もないしね。って私も一時考えたことあるんですけど。しかしなぁ、これあの、全身がなぁ、これ日債銀かなんかでしょ、ダメだよね、みたいな。きっと社風が変わらんぞ、みたいな。で、やっぱそうでしたね。ということで、ここどっか支援が入るんですよね。どこでしたっけ ?SBI でしたっけ、なんか焦ったなぁ。はい、次、京成ね。あー、トラさんですね。これはね、あの、あれですよ。京成が、京成がディズニー持ってるんですよね。そうですね。OLC の一株主。これだけど、5874円ね。まだ高いですね。もっと下に来ないと。商船三井もね、一時、わーって言いましたけど、わーってなってだけで。東海運輸。知らんな。こんなんで含み損なんですか。よくわかんない。マルコね。マルコ買っちゃダメでしょう。ね。結構ね、そうは言っても、なんか、つまんないの買ってますよ。うまい人も。これで含み損になってます。まあ、人のこと言えないですけどね。でもね、そっととですね、見極めて、選定することが、まあ、大事かなというふうに、まあ、思うんですよね。はい。ということでですね、今日は、ちょっと病み上がりなので、この辺でね、ちょっと終わりたいなと思うんですけど、おまけでですね、これね、これお金の見方タイム、ズーオンラインなんですけど、プーって出てきました、プーって。これへじゃないですよね。株式投資は負けると言われる3つの理由ということで、なんかね、ちょっとね、目引いたのはね、まあギャンブルとかの心理が働きやすいとか、負けないと勝てない仕組みになってるとか、まあ、よくわかんないこと書いてますけど、あるもの対等っていうのは、ちょっとね、気になったんですよね。でですね、
まあ、最新 AI を積んだアルゴリズム取引の台頭ですね。これが個人投資家の勝率を下げてるっていうんですよ。で、ビッグデータなどをもとに注文内容をあらかじめ設定して高速で注文を繰り返すシステムのことなんですけど、ですね、アルゴリズムが得意とする心理戦っていうのがあってですね、本当かなと思いますけど、個人投資家が興味を示しやすい値動きを繰り返すと。ああ。それって、それ、まあいいか。で、個人投資家が買ったタイミングで株価を下落させると。まあ、それは、あれですよね。なんだっけ。大口の機関投資家もやってますよね。それで不安視されやすい値動きになるように調整し、狼狽売りを誘うと、そんなことが AI はできそうですね、なんか。このような心理戦になった場合、特に初心者は太刀打ちができないと。アルゴリズム取引は、将来的にも市場で猛威を振るう可能性があるため、投資を続ける以上は、軽視できない存在でしょう。で、こうなるんですよね。だから、そうなってくるとですね、結局最後は業績に修練しますから、株価っていうのは。なので、やっぱりね、頻繁な売買ね、これやらない方がいいですよね。それで、シナリオとは違う動きをしてると。このシナリオはどうしていいのに、なんでこれ売られていくんだろうって、これはアルゴのせいかもしれないですよ。でもその場合はですね、辛抱した方がいいっすね。自分のシナリオは信じれるならですよ。まあ、良くなるはずだよねっていう、そういうこう、しっかり会社もね、開示してて、まあ、いいストーリーが描けてるよねっていう場合は、その、このアルゴが需給を操ってる可能性あるんで、そういうところもですね、ちょっと考えた方がいいのかもしれないなっていうのをちょっとこう調べててね、ちょっと思ったんですよね。なので、まあ、こういうこともね、ちょこっと頭に入れてっておいた方がいいかなと思いますね。特に私持ってる定位株、平松とか、ああいうのですね、アルゴの餌食になりやすいんですよ。出来高も多いですからね。で、このアルゴって、もう要するに、ちょこっと抜けばいいんですからね。ちょこっと。20円とか10円とか。それ何万株ね。それを何回も繰り返すっていうね。はい。というようなことで、これまあね、株式投資8割が負けるって本当とか言って。まあ勉強しないと負けますけどね。だけど、うん、まああんまりそのレバーをかけずに、信用取引とかせずにですよ。あんまりじゃないですね。全くしないですからね、私の場合ね。それで、そうですね。しっかりしたシナリオを描いて、で、この会社は良くなるっていうこと。で、それからやっぱりニュースを常にチェックして、んで、そうですね。まあ、やっぱり四半期ごとに、ニュースですね。決算短信。これやっぱりしっかり見ないといけないですね。というふうなことを思います。で、そうしていけばですね、例の、このね、カプタンのね、こっちね、うまい人、これにね、なると思いますよ。というふうなことで、まあ今日はね、ちょっと、カプタンプレミアムって、これお金払ってる人しか見れないんでね。ということで、私も病み上がりなんで、まあ、これでね、ちょっと、ご勘弁いただこうと。皆さんの、まあ、参考にもなるかなということで、まあ、お送りをいたしました。いかがだったでございましょうかね。今日はあれですよね、大阪のおばちゃん出てないですよね。大阪のおばちゃん久しぶりに出しましょうかね。大阪のおばちゃんにね、大変なんですよ。まあ、今日ね、大阪のおばちゃんからこうね、息子さんのところに、こう、電話が来たんですよ、いきなりね。電話がわーって、わーって。ほんでもう、おばちゃんも慌ててんですよ。あんたな、うちな、あんたがな、マイナーカード作れ言うから、うちな作ってん、な。ほんでまあちょっとな、コピーしてくれ言うて、なんや言うてこう、手続きでな。ほんでもコンビニでコピー機あるやろ。そやからもう、うちな、昨日な、そのコピー取りにな、行ってんよ。な、な。うん。そして、どうしたん？で、コピー取って、いいやん、それで。うん、そうなんやけどな。そしたらな、もう家帰ってな、なんぼ探してもな。でも、郵便物は送ってん、それな。コピーしたやつ。それ、送ってんけど、マイナーカードがもうないんよ、ないんよ。困ってん。な。どこなくしたんやろ。お母ちゃんな。お母ちゃんやろ。何しろな。さあ、お母ちゃんの場合はな、多分な。コンビニのコピー機に置いたままやと思うで、中に。は、そうかもしれへん。なんか、せやな。それで、どうしたらええの？だから、まずな、警察に電話しや。ほんでもう紛失届っていうな、そういうの出すんや。せやけど、その前にな、まずな、その行ったコンビニ覚えてるか？覚えてる。うちの周りな、コンビニがな、5軒ぐらいあんねん、ばざーっと。ほんでもう、うん、どこに行ったかちょっとよう思い出せんねん。
もう、どうないもならんねんだ。5軒回った方がええやろか。そらもう回った方がええで。今から行ってき。な。そしたらな、あるかもしれへんで。な。そやから、そしたらもう警察行かんでもええから。な。そやろ。そやな。まあ、ちょっと行ってくるわ。ってね。それでまあ、大阪のおばちゃんですね。大事なマイナンバーカードね。なくしてね。それでもう5軒ね、方法の手でですよ。コンビニを回ったんです。ね。それではまた息子さん電話かかってね。あったわ。な。あった。な。もう、やっぱりな、大阪やろ。大阪やっぱローソンがええねん、ローソンが。でもローソンの子がな、もう親切やねん。ほんでも、お名前を証明できるものありますか言って。そないに言いはるからな。だからうち介護保険証持っててんよ。な。で、介護保険証こう見して、うちこういうもんですわ、言って。ああ、そしたら、これ、忘れてらっしゃって、お客さんがね、コピー券とかから持ってきてくれましたよ、言うて。な。そう、母ちゃん何件目やったん？それがな。もう全く忘れてたからな。5件目のローソン。それでな、やっとな、見つかってんよ。レジに入れてたわ、レジに。ほいで、こちらですか、こちらですね。ってね、なんかな。ほんでも名前がな、名札見たらチャンさん書いてんねん、チャンさんって。あんた中国人かって聞いたら、違います、ベトナムです。中国と間違えられますけど、ベトナム名前です、みたいな。ああ、そうか、みたいな。あんた英語やな、ありがとう、言って。な？なんかこうで書いたんか？いや、なあ、もうこうで書いてへん。な。せやけどな、うちな一言文句言いたいねん、あんたにな。なんやねん。なんだやねん。あんたがな、マイナンカードを作りって言うから、な。お母さんもそんなマイナンカードがないと今後生きていけへんで、とか言って。あんたが言うからマイナンカード作って。だからマイナンカードなくしたらどないすんねん、それ。危険やろ？せやからやっぱな、保険証とな、マイナンカードはな、二つあった方がうちはええと思うで。うん、なんかな、そういう意見もあるらしいろ。な、だからまあちょっとな、今河野太郎がな、ちょっとやりすぎやねんな。もう10月切り替える言うとるけど、あれ難しいと思うで。な。だってもうその、代わりのなんか証明書を送るとか言ったら、それとはもう健康保険証出しといたらいいやんかな。だから病院なんかでもな、健康保険証な、なんや、マイナーカードでできないところも、機械入れてないから、いっぱいあって。な。せやからな、もう、大丈夫や。なくならへんで。そう？ほんならええねんけど。なんかもう、あんたも、もう、うちにもうスマホ買え言うて。うちだってもうスマホ買ったんけど、もうずっとゲームやるだけやで。たまにあんたにこう電話して。まあ、LINE はな、少し便利やなと思ったけど。な、でももう、そんなばっかりや。な。もういいや。もう今日な、5件回っても疲れた。もうな、うちも今からな、寝るわ。な。うん。だからな、明日な、そや、明日はなんかな、食べ物買ってな、うちに来てくれへんか？な？掃除もこないだしてもうて、えらい助かったから。な？もうお母ちゃん金出すし、な？食べ物なんかええの買ってきて、寿司でも何でもええで、な？頼むわ。うん、ありがとう。とか言ってね。ということでね、ちょっとおばちゃんの話しなかったですけどね。もし、マイナーカードをコピー機に忘れたっていうね。それだけの話なんですけどね。ということで、本日は終わりたいと思います。元上場会社社長のゆるゆる株式投資日記、本日はここまででございます。ですね、ちょっと体調を崩しましてですね、ご迷惑をね、皆さんにご心配をね、おかけしました。申し訳ございません。私はしぶといでございますから、ちょっとね、大事をとってね、もう冒頭も申し上げましたように、京都がもう一番のね、私目的でございますんで。そのためにはね、ちょっと万全にしとかなきゃいけないということで。万全な声してるでしょ今日ね。ということで。まあ、こういうチャンネルでも良ければですね、チャンネル登録をね、お願いしたいなというふうに思いますね。それから、なんですかね、高評価ボタンもお願いしたいなと思います。あと、メガネゲストなんですけど、ちょっとね、ちょっと考えたいなと、ね、思っておりますんで。今週はできればですね、今日でしょ？木、金、土。土曜日までね、までやって。ほんで、日曜日からちょっとこう、私、京都、美食ツアーでね、休ませていただくっていうような感じでございますね。まあ、別に、私の日記なんでね、別にいいんですけど、日記がこう書けるのもちょっと嫌なんですよね。ということでございます。本日もですね、長時間ご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。それでは、また明日ですね。お耳にかかりたいと思います。ではでは。